笠サ式武功は、秋元松代によって書かれた演劇作品。宮崎県の北家学寺に伝わる、泉式部にまつわる伝説から発想した現代劇。テレビドラマ、海より深き笠サ式武功として制作されたものが最初である。後に、秋元自身が笠サ式武功として旗曲化し、式部物語として映画化もされた。青年、大友豊氏は、 炭鉱の事故により、正気を失ってしまった。母、伊佐と妻、照江は彼を、献身的に支えるも、良くならない。そんな豊か市の前に、巡礼団の泉教会がやってくる。それを率いる二層、里氏治に,に、豊か市は心を惹かれ、信仰活動に加わることになる。海より深きかさぶた式武校のタイトルで、 1965年11月21日の20時20時56分に RKB 毎日放送の制作により TBS 系列で放送された。第20回文部賞芸術祭テレビドラマ部門芸術祭賞受賞第5回日本テレフィルム技術賞奨励賞受賞作品。同年12月28日の15時10分から16時7分に再放送された。現在は 横浜の放送ライブラリーで視聴することができる。他上記のテレビドラマ脚本をもとに、1969年に、かさぶた式武功のタイトルで、秋元自身が儀曲として書き下ろし、文芸6月号に発表、同年11月単行本、かさぶた式武功、日立坊、海村観光。1969年劇団演劇座、1973年に、劇団民芸、 2014年に兵庫県立ピッコロ劇団によって上演された。民芸の公演ではテレビドラマ版にも主演した北林谷恵が主演を務めた。1970年には秋元がこの儀曲で第11回毎日芸術賞を受賞した。上演、再演などに応じて改定が重ねられている。日立坊、海村、笠さ式武功、秋元松代全集。 第2巻などに収録されているが、2014年現在、書店店頭では入手不能である。式部物語のタイトルで、1990年10月6日に東方の配給で劇場公開された。モントリオール世界映画祭で最優秀芸術貢献賞を受賞。第14回日本アカデミー賞では最優秀美術賞、優秀助演女優賞を受賞している。 1991年8月21日に、ポニーキャニオンより VHS で2001年5月25日に、キネマジュンポ報社より DVD で2017年8月角川より DVD でビデオソフト化されている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます海より深きに関するカテゴリー、四季物語に関するカテゴリありがとうございます。